おはようございます、オーコーロンでーす。さあ、今日はですね、J リーグ開幕が近づいてきたということで、こちらの企画やっていきたいと思います。はい。J リーグ移籍組注目選手、よろしくお願いします。お願いします。今年はね、J リーグでたくさんのね、移籍がありましたので、その中から注目選手についてピックアップしていきたいと思います。はい。先日ですね、コミュニティそして X の方で皆さんの注目の移籍選手とその理由を教えていただきました。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。はい、その中からね、特にコメント多かった選手を紹介していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。それではその集計結果を発表する前に、僕の、まあ、注目してる選手3人を挙げさせていただきたいと思います。はい、はい。まずは1人目、渡辺龍馬選手です。はい、うん、完全移籍で FC 東京から浦和レッズへ移籍しました。はい、うん、これは主力クラスの選手の東京からレッズというね、上位チームから上位チームの移籍ということでね。いつの話？いや、やめてよその言い方をJ1 の中での主力選手の移籍ということで、かなり注目してる人も多いと思います。はい、うん、個人的にはやっぱり龍馬さん非常に応援したいという気持ちもありまして、ここはちょっと個人的な思いも込めて注目の選手を一人入れさせていただきました。まあ普通にコラボをさせていただいたっていうのもありますし、はい、大好きなクラブでのね、どういうプレーされるのか。そうね、昔から憧れたクラブなんで、うん、そこも楽しみです。はい、高校のね、前橋行くよね。はい、やった小泉選手とか、はい、いますから。はい、他にもすごい補強たくさんしてるんでね。はい、その選手たちとのプレーがね、なんか結構ね、あの事前の情報とかだとサイドバックでのプレーもしてたりというところで、どんなポジションでレッズでねやられるかっていうところにも注目したいです。はい、はい、それは2人目発表させていただきます。はい、登里選手です。はいはい、はいはいはい、やっぱこれ登里選手はね、本当にあの川崎のワンクラブマンというかね、相当長くやっぱ川崎フロンターレでやってる選手なんで、他チームのサポーターとしても正直ちょっと他のチームでやってるところがイメージしにくいという意味で今回は注目させていただきました。うん、いろんな理由はあると思うんですけど、今回の決断にはちょっと僕も非常に驚きました。なんで最初はちょっとあの登里選手がピンクのユニフォームを着るというのもね、もしかしたら見慣れないかもしれません。ずっと川崎でやってきた登里選手がセレッソに行って、どんなプレーをするのか、またねムードメーカー的な役割もねされる方だと思うんで、セレッソでどういった活躍されるかって非常に注目しています。まあ、セレッソさんの FC 東京開幕戦で当たる相手でもあるのでね、早速登里さんとの対戦があるかもしれません。非常に楽しみです。私は2人目は登里選手です。はい、はい、そして3人目を発表。いいって森田さんは。いや楽しみです。はい、大好きな選手の一人ですし、うん、対戦したらいい意味でブーイングされるんじゃないかなっていう気がしてます、うん、試合後とかはね温かく迎えられる、はい、そういうイメージがあります。非常に愛されてる選手だと思います。はい、はい、そして3人目を発表させていただきます。はい、いやこれ多分一番票が多いんじゃないかと予想してますが、ソルバッケン選手ですね。はいはい、うん、これは今年の移籍の中でも一番注目かもしれません。ローマからの移籍ということで、もともとチャンピオンズリーグでローマと対戦した時にじゃないですか。あれは違うんですね。カンファレンスリーグかな。カンファレンスリーグでローマと対戦した時、多分そうです、はい、にそこで注目されて、そこからローマに移籍して、で、まあ、ローマでの出場機会はそこまで多くなかったということなんですが、ローマからねこの J リーグに来るっていうパターン、これなかなかないパターンだと思うので、はい、それほどのビッグクラブから、はい、これかなり注目してます。うん、練習試合でも結構素晴らしいゴール決めてるな、動画も上がってたりと、どんな活躍するのか楽しみです。短い契約なんですけどね、夏までだよね、うんうん、その短い間は楽しみたいと思います。はい、私が注目してる3選手改めて、まず1人は渡辺龍馬さん、 FC 東京からレッツ、そして2人目が登里選手、川崎フロンターレからセレッソ大阪、そして3人目がソルバッケン選手、ローマから浦和レッズというこの3人になります。はい、はい、それでは実際皆さんからいただいた結果を見ていきましょう。はい、はい、今回ね、たくさんいただいたんで、うん、ちょっと動画では全部紹介しきれません。はい、特にコメント数の多かった選手たちを紹介していくんですけど、うん、惜しくも戦外となった選手たちをちょっと発表していきます。わかりました。田中俊太選手。
はい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 、札幌からセレッソに行きましたね。はい、うん、天野純選手、あー韓国からねマリノスに戻ってきましたからね。登里選手、おえ入ってないんだ。はい、かなり、まあ、上位というか票数的には多いかと思いましたけど、惜しくもそこに入ってないですね。はい、なるほど。天野選手、天野選手、はい、これなん、え天野選手純さん、天純、はい、えそれ言わなかったっけ。言いました。いややめてよいや天野純選手って今話しなかったっけ何を言ってるなんで天野純選手って、いや俺だから違う天野選手かと思って天野ゴールキーパーコーチか。はい、いやはいじゃねえだろ、俺は昔駒沢で教えてもらってたエロン選手、エロン選手ね、はい、エロン選手はあれどこか仙台、はい、はいはいはい、ちょっと名前は知ってるんですがプレースタイルとはそこまで知らない選手です。ちょっとじゃあ調べてみようかな。グスタフソン選手、いやちょっと待って、はい、ちょっとエロン選手こういう時は、いはい、もうツラッとやってください。はい、わかりました。ペイショット選手、ペイショット選手、はいはい、ジュビロ岩田、はいはい、中原選手、はい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 、ヴェルディからね移籍しましたね。はい、いや中原選手もねヴェルディの試合がね去年あの見てた時にかなり活躍された選手なんで移籍結構驚きましたね。はいはい、あれトスだよね、セレッソに戻ってないよね。セレッソ戻っ、どっちからだろう、セレッソからじゃない、セレッソから行ってるって形なのかな。あれ行き先はトスで合ってるよね、あれトスじゃないわ。いや、何か顔隠してるいや、トスで合ってるじゃん、うん、だからトスから期限付きでヴェルディに行ってて、期限付きの期間を終えてセレッソからトスに行ったって形だよね。はい、はい、うん、で別に間違ったこと言ってないですけど、はい、で顔隠すのやめて、さっきのアマジンのところとか。いや、ちょっと、裸眼で、いや、裸眼でとかじゃなくて、ごめんなさい、表情出せ。裸眼なんです、いや、裸眼なんですの意味は分かる、いかんけーね全然この辺が、はい、はい、圏外です。なるほど、いやだその中で言うと登里選手がね入ってないの結構意外でしたね。結構皆さん注目かと思ってたんですけど。じゃあ次の方いきます。はい、中谷選手、名古屋からガンバに行きましたね。いや中谷選手もこれは結構驚きの移籍ですし、名古屋さんとしてはもう主力中の主力のね守備の選手だったんでかなり痛いんじゃないですか。はい、じゃあちょっといただいたコメントを紹介していきます。はい、名古屋からガンバ移籍した中谷選手、はい、居心地の良いクラブを離れてガンバを救いに来てくれる過去に惚れます。去年たくさん失点してて良かったですという、これ多分ガンバサポの方からな。はい、まあガンバさん確か昨シーズン J リーグのチームの中で失点数確かトップだったと思うので、はい、中谷選手の補強は大きいんじゃないですか。はい、だ一方名古屋としては中谷選手でさらに丸山選手の2人が抜けた形になるんでね、守備にはちょっと心配になりますよね。はい、もちろん新しい選手入ってますけど。はい、はい、次です。はい、長谷川元樹選手、長谷川選手、はい、長谷川選手に関してはすみません僕そんなに詳しくないです。バンフォーレからアルビレックス新潟への選手と、はい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 、これかなり濃いとし多かったんですね。はい、なんか荒木亮太郎選手に似てると。へえ、荒木亮太郎、はい、伊藤亮太郎じゃなくて、あ間違えました、何を言ってる、いや亮太郎違いだけど、はいはい、伊藤亮太郎選手に似てると、はい、いうコメントもありますね。ありますね。ここから新潟に来た長谷川元樹選手です。すでにチームメイトからも伊藤亮太郎選手を彷彿とさせると言わせたとのことでかなり楽しみな選手です。でプレースタイルもこの伊藤選手のようなプレースタイルに近いってことなのかな。はい、まあ、それは楽しみですね。ちょっと僕もそんなプレー見たことなかったここは注目していきたいと思います。うん、やっぱこうやって知られるのがね、うん、嬉しいです。嬉しいですね。ありがとうございます。実際票も集まってるんで、うん、かなり注目されてると思います。これはちょっと注目して見ていきたいと思います、長谷川選手。はい、はい、続きです。はい、山岸選手、これは注目だよね。これは私もね特に注目してます。はい、福岡から名古屋に行きました。はい、うん、いや山岸選手は本当万能のフォワードですからね、うん、まあ起点にもなれるしもちろんシュートもうまいし、うん、でヘディングでのゴールもあるというところで抜け出しとかもうまい、うまいですね。東京が、ね、福岡とやった時も敵としては嫌な選手だったっていうことはもう強烈に印象残ってますね、山岸選手は。
福岡でもね去年タイトル取りましたからね。で山岸選手、ポストプレー、ボールキープ、ドリブルシュート、何をやらせても完璧な男が名古屋へ。ヤマピースという山岸の山とショアのアイラブユーの2つの意味が込められたお決まりのゴールパフォーマンスにぜひ注目したいということです。まあ、こういうのあるらしいです。ということで山岸選手も注目ということです。まあ、これ僕はもちろん注目してます。はい、はい、いや私名古屋の攻撃陣に山岸選手加わると思ってやだね。うん、次です。はい、川島英二選手。ああ、まあこれは確かに間違いないね。J リーグにまず戻ってきたっていうことはまず驚きだからね、川島選手が。うん、もちろんもうワールドカップ含めいろいろね世界の舞台経験してると思うんで、プレイヤーとしてはもちろんのこと、やっぱこの昇格したねチームジュビロにとってこの精神的にも非常に大きな支えになるんじゃないですか。もう経験っていう意味では日本のねゴールキーパー史上最高っていうぐらい、確かにね、それぐらいのものあると思うんでね。うん、楽しみですねこれは。楽しみです、非常に。カタールワールドカップもねもちろん選ばれてるわけだから川島選手は。日本代表のね動画見ましたけど。はい、チームカムですか。チームあのなんだっけあの場所で。いや、やめてよ、名前忘れてんの。ブルー、うん、ブルーイングでしょ。イングで、いや、あの場所でって何かっこいいワードみたいな感じって。ただ名前忘れてただけでしょ。違う、いや、JK さんに招待していただいた。思い出の場所、名前忘れてますけど申し訳ありません。うん、いや、確かに川島さんがやっぱあのそう映像とか、あとはねワールドカップとかチームカムとか見ても本当いろんな選手に声掛けとかやっぱされてるっていうところはすごい印象に残ってますね。本当にチームメイトが信頼されてるなって、うん、思いましたね、あの時。今まで日本を支えてくれた守護神の活躍に期待したいです。ジュビロ磐田に新加入の川島英二選手です。理由はプレー面だけでなくプレー以外のところでも活躍してくれそうだからです、うん、もうこれ間違いないね。本当に若手にいい影響を与えそうなねベテランっていう感じしますね、はい、うん、ジュビロもねまずはここ J1 昇格して J1 に定着するっていうのは、まあ、大事になると思いますんで、うん、そういった意味でも非常に大きな加入だと思います。はい、はい、じゃあ次です。はい、小柏選手。あー、マジで楽しみにしてます。札幌から東京に来た小柏選手、はい、うん、代表の経験もあってねその能力というのは皆さん知ってると思いますけれども、その小柏選手が東京に来てくれたっていうのは本当に嬉しいです。はい、やっぱ FC 東京としてはねあのセンターフォワードのところディエゴ選手って絶対的な存在いるんですけれども、そこと争うような選手が出てくるかどうかっていうのは本当に課題の部分だったと思うので、まあ小柏選手がそこに入ってもディエゴと争って得点をバンバン取ってくれるというようなそういう展開を本当に期待したいです。大学からねプロに上がる時にも小柏選手にオファー出してるんですけれども、またこのタイミングでオファーが実ってきてくれて本当に嬉しいです。はい、うん、次です。次ですって、なんで東京の選手する軽く流そうとするんで、はい、コメント読みます。東京に移籍した小柏選手です。東京の課題である得点力の低さが解消できると思います。さらに小柏選手は人間性も明るくてチームの結束力も高まり、もっともっと東京は強くなっていくと思います。間違いないねこれ。ガール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 小柏、ラーメン小柏選手。札幌から東京に来た小柏、理由は背番号11というクラブからの期待と、彼は東京相手によく決めていて、東京サボ出しは彼が相手にいてどれだけ厄介な選手か知っているので特に注目したいと思ってます。あと数年前にアジスタのピッチで肩を怪我していたから同じような怪我をしないか心配ですということですね。そう、小柏選手やっぱね怪我に本当悩まされてきた選手なので、そこをしっかりとコンディションを整えてシーズン通して活躍してくれることを期待して本当応援したいと思います。行こうぞ、わしは。次です。はい、エリソン選手。はい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 、もう早速あのね ACL の方でも活躍してましたね、エリソン選手。はい、うん、いや頼もしいです、アイフォワード。うん、川崎はそういう外国人選手がねどんどん出てきますね。もうね得点を取れるんじゃないかっていう、うん、そういうコメントもありました。フィジカルも相当強いよね。うん、うん、なんか今日ちょうどあの富士フィルムスーパーカップのね解説でも言ってましたけど、なんかこう復帰をね放送させるようなみたいな話してましたね、はい、同じ川崎にいた。復帰よりも活躍してほしいです。うん、川崎フロンターレのエリソン J で無双しそうだから、うん、うん、
川崎フロンターレに移籍してきたエリソン選手です。一昨日の ACL に早速サメで出ていて、太い太ももから放たれる強烈なシュートが利き足じゃない右足でも打てるのがすごかったです。この状況じゃシュートは厳しいかなと思うところでも、自分でシュートコースを作ってそれをしっかり枠に入れるうまさも兼ね備えています、ということで、もうこれは他のね全クラブ注意しなきゃいけない存在だと思います。エリソン選手注目です。なんかほんとシュートの形を持ってるようなね、すごいセンス感じました。はい、マジでほんと得点の大争いに入ってきそうです、エリソン選手。うん、はい、じゃあ次です。はい、チャブリッチ選手。チャブリッチ選手、はい、そのチャブリッチ選手はちょっとあんまり詳しくないです。私はこちらもかなりコメントありました。はい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 、鹿島アントラーズの選手です。コメントありますね。鹿島のチャッキーことチャブリッチ選手、はい、水戸戦でコンディション万全じゃない中で精度の高いパスとスピードと抜け出しはかなりレベル高いということです。知らなかったな、チャブリッチ選手。チャブリッチ選手29歳、縦に速い攻撃を仕掛けてポポビッチ監督にとってはキーマンとなる選手であろうって書いてありますね。まあアントラーズもね、ポポさんが監督になってどうサッカー変わるのかちょっとほんと注目ですね。多分鹿島さんが今までやってこられたサッカーとポポビッチさんのサッカーってまた全然違うサッカーだと思うんで、就任された時は驚きましたけど。もう一つコメント見ます。鹿島アントラーズのチャブリッチ選手です。身長186センチあるのにもかかわらずスピード、足元の技術が高く期待できます。鈴木優馬との J 最強2トップに期待です、ということです。まあエリソン選手もね含めてこのフォワードの外国人選手にもねちょっと注目すべき選手たくさん来てますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次です。はい、山田浩太選手。柏からガンバに行きましたね。はい、いや山田選手はね、俺 FC 東京にもぜひ来てほしいなってちょっと思ってた選手の一人です。クラモフスキーさんとね山形の時に一緒にやってますし、そういった意味でも FC 東京に来たらトップ下ですごい活躍してくれるんじゃないかなと思ってました。去年の天皇杯のね山田浩太選手の攻守含めた運動量とか、あのトップ下でこう起点になるプレーは本当素晴らしいなと思ったんで、あの時もすごい印象残りましたね。確かに山田浩太選手、ガンバね前線は得点力ある選手揃ってますし、トップ下に山田選手入ってくると攻撃力さらに増しそうで、ちょっと怖いですねガンバさんも。プレーシーズンも調子良さそうな感じありますからね。はい、あの広島での試合ね。はい、はい、コメント読ませていただきます。山田浩太選手、柏サポとしては移籍して残念ですが、毎年移籍を繰り返しながらも成長している山田浩太選手がポヤトス監督のポジショナルプレーの中でどれぐらいやれるのか興味深いです、というコメントも来てます。まあ、これはレイソルサポの方からの意見ですね。まあ、でもそれでフルスからも応援されるっていうのはすごい楽しみですね。楽しみですね、選手ということで。柏レイソルからガンバ大阪に来た山田浩太選手です。甘いルックスの割にめちゃくちゃ運動量があって、攻撃の面では違いも作れる選手で、ホロホロしちゃいます。おそらく2列目のトップ下にありますが、ボランチから前が彼以外全員外国人選手になる可能性があるので、より頑張ってほしいです、ということです。まあガンバの布陣的にということですね。ガンバサポです。柏から来た山田浩太選手の見た目とプレースタイルのギャップがいいというコメントも来てます。まあ甘いマスクと、まあ、このすごい運動量豊富なねスタイルとのギャップがいいということですかね。ありがとうございます。注目していきます。はい、残り3人です。はい、あとこれじゃ特に多い票が多い3人ですね。はい、はい、大橋悠希選手。あ、大橋選手ね、ちょっと意外でした僕の中では。トップ3に入るっていうところで確かにね。そう、皆さんすごい注目してるなと思って、湘南でもあれ去年どれぐらい得点取ったんだ大橋選手は。確か日本人の中だと結構上位だよね、得点ランク。はい、あ、13得点で7位に入ってますね。はい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 、はい、確か日本人で言うと大迫、鈴木優真、細谷に次いでですからね。代表クラスの選手デビューってことでしょ。湘南ベルマーレから、サンフレッチェ広島に移籍した大橋悠希選手です。昨シーズンは湘南で2桁ゴールを挙げ、複数チームの争奪戦の末広島にやってきました。様々な得点パターンで点を取れる選手です。プレシーズンマッチでも出場し、力強く収めて前を向くプレーやチームで連動してプレスをかけるシーンが多く、広島にぴったりの選手だと思いました。とても期待しています、ということです。確かに広島に合いそうですね。今シーズンの得点もさらに増えそうです。そうなんですね。いや、増えてもおかしくないと思います。いや、相当取ってるかな、13得点です。
いやでも湘南さんもやっぱそういいフォワードの選手出てきますね。日本人の町野選手もそうだし、はい、やっぱだ湘南の選手はやっぱね、前線からの守備とかそこら辺の運動量もすごい激しい選手が育ってるイメージもありますし、どこのチーム行っても活躍しそうですよね。2つ目のコメントです。湘南から広島に移籍した大橋幸選手です。昨シーズン最大の課題だった得点力不足を改善してくれるのにぴったりの補強だと思いますし、一部報道ではかなりの争奪戦が繰り広げられていた中で、昨シーズン13得点との鳴り物入りでの加入になるので、ピエロス、ビレイラとのワントパラソイもしくはトップ下での出場があると思うので期待していますということです。いや広島の攻撃陣もかなり強力になりますこれで。はい、はい、全所属の所属って何、はい、全所属の湘南でしっかりと結果を残しているリーグ13ゴール、個で打開できる、周りも活かせる万能フォワード、まさに広島の決定力不足を解消するにふさわしい優勝へのラストピースということです。まあ広島さんもね、昨シーズンも上位ですし、優勝争いしてくるチームだと思います。これは得点力がね増えてくると。はい、はい、じゃあ次の選手いきます。お願いします。ソルバッケン選手。まあ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 、そこは入ってくるでしょうね、さすがに。うん、これは私も注目してます。はい、はい、これローマの時のプレーとか見てるんですか、あなたローマファンとしては。まあ見てました、うん、その時はどういう印象だったんですか。いやそんなに、はい、印象ないぐらい、あんま活躍はしてませんでした、正直。うんうん、いやでもローマからね裏に来てどういうプレーしてくれるのかっていうのは本当楽しみですね。さっきも言いましたけど、うん、さあコメント読ませていただきます。ソルバッケローマからレッツ。強靭な体格の持ち主もかかわらず、スピードとテクニックを兼ね備えたノルウェー代表のサイドアタッカー。サイドからの大胆な仕掛けと左足から繰り出す強烈なミドルシュートが楽しみに仕方ないですということです。身長もどれぐらいあったっけ。190はないけど多分後半ぐらいじゃん、ね、結構高いよね。レッツでも右で出るのかな。右ウィングとかのイメージが強いですけどね、うん、189センチあるんだ。そんなある。一応あのウェルゴラさんのデータだとそうなってますね、はいはい、ほぼ自分ぐらいありますね。あなたよりちっちゃいけど、うん、このウィングでこの体格でそのミドルシュートを持ってるかなり怖いですね。まあでも一応ウェルゴラさんの開幕というか今季の布陣の予想だと一応左にソルバッケン入ってますね、左ウィングとして。うん、まあ左右で両方できるということで、いやこのソルバッケン選手はどんなプレーするのかちょっと本当楽しみですね。空中戦とかの活躍するんだよ、その高さって。うん、まああとはその半年間でその後どうなるかだね、うん、そこにもちょっと注目していきたいです。はい、はい、浦和でオラソルバッケン選手。レンタルとはいえ名門ローマからの加入はどのくらいの実力で J で活躍してくれるのかワクワクしていますということです。うん、それは僕も楽しみです。うん、ソルバッケンはかなり気になります。長身でスピードもある現役ノルウェー代表、ローマからのローン移籍ということで個人的に注目度は高いです。6月までの期間なので限定的にはなると思いますが、こういったビッグクラブを経験した外国人選手の活躍は盛り上がります。同時に東京の脅威になるかも間違いないですね。ソルバッケン選手も含めて浦和さんの補強は正直今シーズン一番じゃないですか。開幕前のこの補強、前線もねチアゴ・サンタナ選手とかも入ってきてますし、でグスタフソン選手が入ったり、まあ、リョーマさんも行ったりと、いやーレッツさんはどんなシーズンになるのか相当注目です。まあ短い間でも取りたかったっていう、そうだね、それぐらいの価値があるっていう風に見たんじゃないですかね。はい、楽しみです本当に。うん、さあ最後です、お願いします。渡辺龍馬選手。そう、あれは注目でしょう、やっぱり。うん、うん、まあね、寂しいですけども、やっぱりね、レッツでどんなプレーするかっていうのを応援したいですし、楽しみしたいと思います。はい、うん、ちなみに、エルゴラさんだと、クジンとしてはどこのポジションに入ってるんだろう。あ、左サイドバックの予想なんだね、エルゴラさんの予想、布陣の予想だと。レッツの田中さんの予想ってことですか。いや田中さんは多分今年レッツじゃないんじゃない。はい、確か、緑のチームの担当はい、そういうふうに聞いてます。はい、ありがとうございます。龍馬さんサイドバックだね。東京でもね、あの健太さんの時とかね、サイドバックでやってたことはありますけど。あれ健太さんの時、
ケンタさんの時もやったし、アルベルさんの時もやってるかな、はい、うん、一番最初やったのは確かケンタさんの時だったと、まあ、怪我人が出たっていうのもあるけどね、はい、リョーマさんはでも本当にいろんなポジションできますからね。まあでも個人的にはやっぱウイングとかトップ下の位置とか前線の位置で見たいですけどね、リョーマさんは。まあここは浦和さんのこのね起用のされ方とかいう布陣とかもあるということですね。はい、はい、ちょっとコメント見ていきます。渡辺龍馬選手です。小原さんに影響されて昨シーズンから龍馬さんのグッズやユニフォームを買って現地に何度か応援しに行ってたので少し悲しいです。それでも今後も東京を応援します。いや嬉しいですねこれは、うん、うん。まあ、僕ももちろんね応援するチームはもう死ぬまで FC とか変わらないんですけれども、一人人間として一人の選手として龍馬さんの活躍を応援していきたいと思います。東京の試合とか行くと確かに龍馬さんのユニフォームを着てる人たくさん見ましたね。いや本当に多かった。そういう面でも活躍するかもしれません。え、そういう面でもって言うの？レッツのグッズ、グッズ面とかね、はい、その可能性は高いです。イケメンなんで。はい、続いてもう一つコメントです。はい、浦和に来た龍馬さんです。サイドバックでの起用が予想されますが、多くの試合に出てタイトル獲得に貢献してほしいですということです。いやレッツさんもねもう本当にいろんなタイトル争いに絡んできそうですね。まあそうか、秋元選手左サイドバックだったよね、確か。確かに、はい、うん、だから秋元選手が移籍した影響とかもあるのかもしれないですね、この左サイドバックでの起用は。コアロンさんとの対談などもあり、ガンバサポながら東京の龍馬選手を応援していたので少し寂しくはありますが、子供の頃からファンだったチーム、でもレッツへの移籍は浦和ファンにとってはかなり熱いのではないでしょうか。小泉選手との育英コンビにも注目してますということですね。うん、注目していきましょう。まあそうだよね、やっぱ憧れのチームでやるっていうのは素晴らしいことだし、本人にとって嬉しいことだもんね。これはそこはちょっと止められないでしょうね。うん、そうね、うん、うん、この気持ちね。いや違う、いや香川が移籍した時のクロップもなんかそんな感じのこと言ってたけど、まあそうなんだ、はい、はいはい、まあ、憧れてるのはしょうがない、うん、誰にでもあるだろうみたいな、はい、そういうこと言ってた気がします、うん。さあということで、移籍組のね注目選手紹介してきました。はい、うん、初めて知った選手もね、うん、いるんで、ちょっとそこも含めていよいよ始まる J リーグ開幕に向けて楽しみがまたたくさん増えました。はい、ぜひ皆さんここで上がった注目の選手のプレーを見に、スタジアムに来て観戦しに来てください。ちょっとよりねたくさん試合見たいと思います。はい、ぜひ見ていきたいと思います。はい、はい、それでは、皆さん今シーズンも J リーグ楽しんでいきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。